アルサンホビー動画チャンネルです。グッドスマイルカンパニーフィグマ素体シリーズ497、ノンスケールアクションフィギュアセーラー服ボディエミリになります。こちらのも、モデルは、メーカー完成品のアクションフィギュアになっており、こちらの写真のように、こう稼働したり、あとこういうが顔のパーツなどを変えたりとかしていろいろこう遊べるものになっています。あとはまあこちらもアクションのちょっとこう一例になりますけれども、このようにまあ座ったりとかすることもできます。スカート側の布製になっておりますので足の動きがかなりこう自由になります。でこういう別売りの机とか椅子とかを使ってこう学校でのこう、まあ、一場面を再現したりすることも可能です。でこちらの方が、本体になります。こう全体をちょっと、回していきますけども、はい、こちらの方が、可動フィギュアのものになってます。そして、基本的な動きとしてはまずこう頭部のこういう普通の傾きや前後の動き、あとこう回転ですね。そして後ろのポニーテールのところもこういう風に動くようになってます。そして肩の方は、こう普通にこうまあ前後ろに振るとか、あとこう上げてみるとだいたいこの辺までほとんど水平ぐらいまで上がります。そして肘の方が大体このくらい曲がります。で手首もくるっとこう回る動きやこう前後に倒れる動きなどがあります。そして胴体の方はこちらスイングするこう動きですね。あとこう前後にこう反れるようになっています。でスカートはこちら布製になってますので、こう非常にこう足がこう自由に上げられるようになってます。で膝関節はこのくらいまで曲がりまして、で足首はくるっとこう左右に動く動きと、あとは前後に動くようにできています。そして付属品の方になりますけれども、こちらの方が、付属品になりまして、このエッチング製の、メガネフレームが入っています。これは3種類入ってまして、これが2枚入ってます。こちらからちょっと切り外していただいて、こちら の顔のところ、髪の毛の横にスリットがありますので、そこのところに合わせてつけるようになります。そうするとまあ、これがちょうどメガネをかけてる写真になりますけど、こういったメガネの取り付けができます。そしてあとこちらの方がちょっとこうむくれたちょっと不満みたいな顔のフェイスパーツと、あとスカートを外して、このこちらの写真にあるようなちょっとこうブルマ姿みたいにするときは、このお腹の部品と交換してできるようになっております。そしてこちらが手首のパーツがこの4種類入っています。あとこちらのところに、ここの中にあと専用のスタンドが入ってますので、ポーズをつけた状態で飾ることもできます。ちなみに、スカートの方はここがこうマジックテープ式になってますので、ちょっとこうやって外していただければ、スカートの方は外れます。ちょっと最初はスカート用のお腹がついてますので、ここにちょっとあと溝が切れたような状態になっておりますけれども、これはこのボディの方に、交換することによって普通のスタイルにできるようになっております。このようにいろいろこう
遊べるフィギュアになります。ぜひお客様のコレクションの一つに加えてみてください。ヒグマなどのフィギュアの新製品も入りましたら、ご紹介していきますので、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。